大阪市の公営都線。大阪市南西部は、河川や運河などの水路が縦横に走っており、また、河川周運が盛んで佳境が困難だったため、古くから市による公営都線が多数運行されてきた。各河川、港湾への河橋進展に伴いその多くが廃止されたが、現在でも八高路が、主に大阪市建設局西部方面管理事務所により運行されている。 木津川旅のみ思考湾局。繁華街や観光地では見られない普段にの大阪に触れることができるスポットとして静かな人気を呼んでいる。最近では都船乗り場への案内看板、船体側面の絵と乗り場を描いた看板や乗りの表示看板、船体の正面と水鳥の飛んでいる絵の看板も作られている。歩行者及び自転車専用で無償。 航路により、若干、船の代償がある。船体は以前大型船は、白と水色のツートン、小型船は、白とオレンジのツートンだったが、白と水色に集約されてきている。運航時間は航路にもよるが、概ね午前6時台から午後9時台まで。建設局は、都船と関連し、アジガの下に、家庭トンネルも運営している。これについては章を改め口述する。 8航路のうち7航路が対象区に関係する。道路、歩道併設の架橋がなされれば基本的に廃止となるのだが、河川周運の関係で架橋が水面上かなりの高さとなり、歩行者、自転車にとって橋では日常利用に耐えないとして残された航路もある。また、航路は必ずしも減る一方ではない。千歳私のように橋がかかっていた地域が、 対象内港の拡張に伴い分断され、1964年、昭和39年になって新設された例もは、富山新港の富山県営都線のケースと似ている。富山地方鉄道伊水線も参照。橋はすべて道路、歩道併設。突起なき場合、都下交通は都線のみ。2016年、千歳都線上に新造線、浜風が導入され。 一部で船の配置の入れ替えが行われた。周辺に高等学校があるため、通学での利用が多い。以前は、尻なし川上流側に中都線があったが、国道43号線に沿って自転車も通れる、歩道橋があるため廃止された。また、現在運行している都線の中で、最も利用客の多い都線であり、朝の通学時間帯には、船が二席体制となり、 利用客を降ろした後一時停泊することなく運行するなど運行本数が多い。唯一の港湾局管理の都線である。昭和30年12月からカーフェリー松丸134トンが運行していた。乗用車から大型トラックまで運搬修る能力を持っていたが、上流部に千本松大橋が開通した昭和48年の翌年から カーフェリーは廃止された。距離が短いため、他の都線が S 字に航行したい岸に向かうのに対し U 字に航行する。そのため、乗客は左舷から乗り込み左舷から降りることになる。味川の歩行者専用家庭トンネルである、味川トンネル、味川水道は、日本初の沈米工法によるトンネルである。味川の両岸は特に往来が盛んで、都線航路も、 多数あったが、味川での各都線運航は困難を極めた。というのも、味川は河川周運の重要航路で運搬船が頻繁に行き交い、都線はその航路を横に遮るからである。一方で船舶の高さ限界との関係から、下境も容易でない。稼働協案も出たが、やはり周運との兼ね合いで却下となった。このため、昭和初期、 全国でもタグイを見ない家庭トンネルが計画された。特に渡航量の多かった、原米渡し跡に1935年、昭和10年から建設が始められ、戦時中教室された鉄材を受けてまで工事は進み、1944年、昭和19年に竣工した。約14メートル下にある川もかの通路まで、両岸のエレベーターや階段で降り入る方式。かつては、 人用の他に、車両用エレベーターもあった、ハイガス問題などにより1977年、閉鎖され、ゴンドラの入り口が封鎖された状態で残されている。車両用エレベーターを閉鎖した後に、スロープ型のトンネルに改造する計画があったものの、地元住民の了解が得られず頓挫したという説もある。が、安治川への過境が進んだ現在では、歩行者、自転車用のみが、 両岸一台ずつ運行されている。歩行者、自転車用の通路は幅約2メートル、長さ約80メートルになっている。都線と同じく利用料は無料で、朝夕のラッシュ時には1時間あたり約250人の利用者があると言われている。なお、エレベーター運行は午前6時から午前0時までで、あるが、階段は24時間開放されているので、階段を 証拠可能な歩行者ならいつでも通行できる。階段にスロープはない,い。以前は防犯面などを考慮して、両岸のエレベーターには運転者がついていたが、大阪市の財政難のためエレベーターを無人化にする代わりに防犯カメラが増設された。現在トンネル内の警備は民間の警備会社に委託されており、朝夕のみエレベーター内に捜査係を兼ねた警備員が立っている。 日中のエレベーター内は、無人、トンネル内を警備員一人が巡回。両岸には、エレベーターのための塔がそれぞれ建っており、JR 西日本大阪環状線西九条駅、弁天町駅間の安治川橋梁からなどの遠方でも、よく見える。現在は隣接して、阪神電気鉄道阪神南馬線、西九条駅から九条駅間の安治川橋梁が、かけられている。 アジガートンネルへのアクセスは、大阪環状線、阪神南波線の西球場駅から南へ300メートル、阪神南波線、大阪市営地下鉄中央線の球場駅から北へ700メートル。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。